では本日はこれなんて読むんだ、空さや稲荷神社空章章かな、ちょっと読み方がすいません分かんない。鞘だ、空鞘稲荷神社だ。この前じゃ今週だったかな、キックオフ広島で五郎と棚田くんがここからロケスタートしてたんで、あ、ちょうどいいわ、ここからやろうと思ってもうどっから行っていいかをもう悩みに悩んでたんで、ありがてえと思って。ということで本日は空さや稲荷神社から、もうスタジアムはここです。よいしょ、今日はもう12時からねガンバ戦のチケットの争奪戦だったので、それを今やってきて、ガンバ戦のチケット争奪して、でちょっと今昼過ぎ、今何時かな、1時半ぐらいかな多分今からスタートしていきたいと思います。この信号を渡れるかな、渡れないということはこっち渡っとった方がいいんかな。よいしょ、はい、スタジアム、お久しぶり。ちょっと1週間以上空いちゃったんで、ああ本当は向こう渡りたかったんやけど無理か、まあしょうがない。本当はね今週月曜日に行こうとは思ってたんですけど、場所どこだ、船入り山根本川63,000、40,000、ね、本当は月曜日に行こうと思ったんですけど、昼からちょっと天気悪くなって、で火水が大寒波だったんで、寒波もさすがにいいやと思って、寒波は、おおすごい看板があるじゃん、ここに後で、まあ近く寄ったら撮りましょう。で今になってるのでちょっと1週間以上空いちゃったんですけど、おリバークルーズ一人だけ乗っとるわ。よし、渡りましょう。よし、オッケー。今日は天気がだいぶいいので、火水木に比べたら。紫色の自動販売機みたいなのがあるね。
チケットは無事買えましたけども、ガンバ戦最前列取りたかったんやけどな、取れませんでした。残念ながら最前は。まあしょうがないですね。でも1回ぐらいここで練習したりしないのかね。ガンバ戦の前日練習とかぐらいだけなのかね、選手は。1回ぐらいこうボール蹴ったりとかね、この今日で一時キャンプ終わったので、この1時と2時の間の2オフの間に、さすがにオフするか。よいしょ。あれ、なんか変なものがある。あれ、あんなあったかな。後でやってみよう。エディオンピースウィング広島、しっかりと。おお、綺麗になったね。あー、綺麗になってる、綺麗になってる。素晴らしい、素晴らしい。あー、すごい、あそこも綺麗になってるわ。はい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 。もうだって来週の木曜だからね、もう1週間切ってるんですよ、内覧会まで。気がつけば。すごい。ここほら綺麗になってる。ここがずっとあれだったのに。D、 このモニュメントは残ったね、うまい具合に。そう、ここで車椅子の方はちょっと大変やろうけど。すごい。もうチケットも買えたんで、もうあとは10日に向けてコンディションを、もうインフルとかね、ならんようにちょっと自分のコンディションを整えるだけですね、あとは。あの変な木のやつ忘れとった。こんなんあった、これ。でもなんか古いな。あったっけ、こんなあったっけ。君いた、ここにずっといたかな。ポップラ通り。何ポップラって。他のとこから移植してきたのか、ずっとあってもう1年以上視察したのにあれに気づかなかったのか。それはないよね。1年以上歩いてたらさすがにあれには気づくよな。今日は雲が多めですけど、まあ晴れてるかなって感じかな。よいしょ。この前階段を潰してたのがどうなって、もうバイクとかが置いてあるし、
れ、あ、なんだ、ここは階段にしないんだ。だからここで入ってきちゃう人とかがいたら困るから、もう閉じたんだ、階段に来ないようにね。なるほどなるほど。じゃあ階段というかあそこだけかな、あの G 島から川に行けるこの設計図では一応階段は作るっていう形になってたんで、多分ここに作るのかな。お、タイムス。そしてあの紫色のやつ。風が吹くと寒いね。ここはG島ですね。着々と。工事が進んでおります。内側はエレベーターはどっかにないのかな。車椅子の人はこっちから来るとここを通るしかないのかな。お、タイムズ空になってますよ。24時間、当日24時までか。24時間じゃないのか。駐車場でも営業時間7時から23時って書いてあるからね。23時には出ないけんけど、24時までは1500円っていう。どういうことですか？寒い寒い、風が強い。
ではいつも通りメインの方を通って行きましょう。来週はね、本当は天気が悪かったんですよ、1日。でもまさかの1日も1日が晴れになってて、1日木曜なんですけど、水曜雨で木曜晴れで金曜雨みたいな、もう内覧会のために晴れてくれたみたいな。で一応今2週間後の天気出てて、10日は一応今んとこまだ雨マークはついてなかったんでね、一応今んとこ雨は大丈夫かなと思いながら、やっぱねこけら落としなら晴れて迎えたいもんね。うん、あ、そういや、あのペレストリアンデッキ、向こうの11日からだったかな、あっちの奥のペレストリアンデッキは8月の完成までは試合日と土日は使えるらしいです、あの広島城側のペレストリアンデッキ。こっちこの後通るところはもう2月1日からは24時間通り放題らしいんですけど、広島城側のペレストリアンデッキは確か10日が通れないんじゃなかったかな。ちょっと後でまた昨日じゃないかな、ヒロテレの YouTube のあれで昨日見たんで、あれを見よう。変わりなくで、ここはいつやるの、ここの間は花とか植えんのかな、ここもしかしたら坂になってるから、あっちが。EF 塔だ、そこは E と F の塔って書いてある。EF まだまだ全然ですよ、まだ建物が。おー、サンフレッチェ、あエクスペリペリエンス、エクスペリエンス、ふわファ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 ノットファナ読めカミングスーン。お、なんかこの辺のあれも色が加わって、音がなくなったね、ずっと音流れとったけど。9番、9って書いてあるな、あれ。だから多分2月23日までにあっちのペレストリアンデッキからここのまでの通りは完成さすのかな。あ、もうなんかここ通りが若干できてるわ。あ、できてるできてる、なるほどね、先に作ったんだここの通りを。はい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 、お、
最近はもう180円とかじゃっけ、ほんまに高いよ高いよ。お、見える見える。見えた。この前行ったやつで全部合ってるかな、選手は。高木さんっぽいな、やっぱり。なるほど、もう向こうのあっちの広島城側のペデストリアンデッキからこっちまではもうできてるわ、道路が。うん、うわー、ここも、うわ、え、もうめっちゃ綺麗じゃん、ここの道路。なったなあ、ここも一車線ずつだったのにね、去年までとかは一人ずつしか通れんかったのに。うわー素晴らしい。おお、ここも駐輪場？はい。あ、一応柵があるんだ、ここ。なるほど、なるほど。あ、ここも駐輪場なのね。へえ、なるほど、なるほど。面白い、面白い。なるほど、こっち側も駐輪場にしたんだ。まあこんぐらいありゃ道路としては大丈夫かね。試合日でも。うわーすごい。この看板はそういう、ここの駐輪場のことを言ってたんだね、こいつは。なるほど、なるほど。こいつはここの駐輪場だ。これどうすんだろうね。これもここになんか柵つけんのかな。邪魔だよねこれ。お、テレビクルーがいるわ。よいしょ。よいしょ。ほい、25分。もう、多分、いつ開業しても大丈夫かもしれんね。この感じなら。外ももうほぼ完成じゃないこれ。この感じ。ピタニューの人だ。
ホームテレビのアナウンサー、男の人がいる。名前なんだっけ、あの人。ホームテレビの夕方やってる人の、あ、わかんないや。今日のホームテレビの夕方ので出るのかな。さすがに今日は出ないか、来週とかかな。テレビ見ないんだよな、夕方。この端っこ、1100台だったかな、駐輪場。向こうとここ、こんだけあったら大丈夫じゃないかなとは思うんだけどね、駐輪場の数が。1100台って結構よね。まあでもどんぐらいが自転車とかチャリで来るかわかんねえからな。出入り口か。もういつ開業しても OK です、多分。もう外回りはもう道路もほぼ完成してるし、広島城からあそこの通り道自体はもうほぼ完成してるので、多分10日までは間に合わないのかな、ガンマ線は。だけど開幕にはもう余裕で間に合うでしょうね、この感じなら。こっちのテレストリアンデッキはもう2月1日かなからはもう24時間通れるんで。ここもあるしね。あ、結構広いね、駐輪場。うん、あ、ペデストリアンなんだった。読み方ずっと間違っとったわ。ペデストリアンなんだ。ペデストリアンデッキか。ペデか。ペデかと思った。ペレって言っとったんです。お、モニュメントがあるよ。エディオン。1日撮ります。エディオンピース。といえば今日の徳島戦 3-0 で勝ってましたね。ピエロスとヒロヤがまた点取ってますね。ちょっと松本ヒロヤこれいいんじゃないね。あとはもう2次キャンプで
右膝の周りにテーピング巻いてたんで、そこのね怪我とか気をつけてもらってやってもらったらねって感じでござんす。はい、もうここは A 棟がこういった形になってもスタジアムをね見るのは多分もう無理だと思うので、昔の動画を見てください、もし見たければはい、ということで バイクはいっぱいあるけど、バイクの展示会でもあるのかな。本日はどこから？そらさや稲荷神社から広島インポートオートモバイルショー、あ、やっぱあるんだ、輸入車ショー27、28、明日明後日か、明日明後日あるのか、なるほど、よいしょ。はい、ということで本日はそらさや稲荷神社から視察させていただきました。今日で宮崎の一時キャンプは終了で、多分今日中にもう戻ってくるのかな、広島に。怪我人は丸るこすだけかな。まあ拓夢も今日も出んかったけど、まあ多分大丈夫やろう。二次キャンプからはね、なんでマルコスとマルコスのみで、ピエロスが絶好調なのは本当嬉しいでござんす。はい、では本日はこの辺りで、来週はついに内覧会なので、内覧会の前に一回視察行けたらと思います。ではまた来週お会いしましょう。さよなら。